人さん、パイモンさん、こんにちは。え、あやかも肝試し大会に参加しに来たのか？ええ、お兄様から肝試し大会が面白いとお聞きしまして、試してみるよう勧められたのです。ただ肝試し大会には参加したことがありませんので、どんな内容なのかは分かりません。あやくも初めてだなんてな。実は私は神器にまつわることが苦手で、無礼な振る舞いで家族に恥をかかせないかといつも心配でした。その失礼ですが、旅人さんとパイモンさんはもうお二人で組まれているのですか？さっき巫女のお姉さん曰く、オイラたちは一人の参加者としてカウントされているらしいから、オイラたちもちょうど相手を探してるんだぜ。よかった。もしよろしければ私と組みませんか？あなたたちがそばにいてくださればなんだか安心できますので。あ、もちろん、もし他の方とチームを組みたいのであれば全然大丈夫ですよ。本当ですか？ではよろしくお願いいたします。いえ、ここはどうぞ多めに見てくださいと言うべきかもしれません。もし私が驚いてしまっても、どうか笑わないでくださいね。どうやらお相手を見つけられたようですね。ちょうど試合も始まります。では肝試し大会の1回戦で探してきてほしいものを発表しますよ。その名も団子牛乳です。団子牛乳？ともきさんからご提供いただいた団子牛乳が現在鎮守の森のとある場所に置かれています。方向を示す道しるべが置かれていますが、分かれ道もございます。また道中ではあらゆる怪しいことが発生するかもしれませんので、くれぐれもご無理なさらず。退出は準備ができたらどうぞ始めてください。行こうぜ。他の人に先を越されないようにな。少し休みましょうか。そういえば十数年前、とある家臣が私にこんな物語を語ってくれました。とある浪人がいました。彼はとある夜、森を横切ろうとしたその時、突然見慣れた光景がだんだんと異様になっていくことに気づきました。彼は自分がまるで別の世界に行ってしまったかのように感じ、足を止めました。なんと、到底人には見えない奇怪な者たちがみんな揃って自分を見つめていたのです。すごく怖いぞ。周りの木を見るのも怖くなってきた。大丈夫だよな。何か変なものが出てきてしまっても、オイラたちはそいつを懲らしめてやる。憎い。ん？何か聞こえなかったか？憎い。通った奴らを
全員道連れにしてやる。もしかしてここをさまよっている悪霊の類なのでしょうか。うん、オイラたちは無実だ、許してくれ。後で鳴神親父のに頼んでどうにかしてやるから。少し休みましょうか。何もなさそうだけど、間違った道に来ちゃったみたいだな。他の道を試そう。あまり遠くに行かないでください。眩しいですね。これは花火ですか。いきなり明るくなった。絶対に怪しいぞ。早くここを離れようぜ。見つけたと思ったけど違うみたいだな。他のところも探してみよう。少し休みましょうか。俺様の腕を見せつけてやるぜ。どうだ、ビビったか。よく見えませんが何かが動いているようです。早く逃げろ。あれ、こちらにあるのは私たちが探している団子牛乳でしょうか。隣にかかしも置いてあります。おかしいですね。これは何に使うのでしょう。そんなことどうでもいいから。それより団子牛乳を見つけたってことはオイラたちが一番早くここに着いたんだよな。まさか団子牛乳がこんなにたくさんあるなんてな。全部持って帰るのは大変そうだし、なんならここで一部を飲んだらどうだ。ってことでいただきます。わー、カカシが立ち上がったぞ。まさか何かがここでこれらの団子牛乳を守っているのでしょうか。つまり団子牛乳に触ったら狙われるってことか。おいら触ってないぞ。それもそうだな、その言葉を聞いたらなんだか安心したぜ。じゃあ一緒に飲んでみようぜ。そうですね。先ほど驚いて失った精神力がまるで団子牛乳に癒されていくようです。よく周りを見てみると目の前にあるのはやはり私のよく知っている鎮守の森ですね。一回体験してみたらそれほど怖くなくなったかもしれません。お兄様が恐怖は人の心によるもの。心が安らかなら、怖いという気持ちも自然に消えてしまうよ。とおっしゃったことがあります。今になってようやく理解できました。しかし、恐怖も完全に悪いことだとは言い切れません。何度も怯えてしまいましたが、それでも楽しかったですから。もう少し森の中を歩き回りたいのですが、あなたも一緒にいかがですか？そうなんですね。
では、私は先に失礼しますね。どうぞ、友達の方を優先してください。心配なさらないでください。一度体験しましたから、今度は簡単に脅かされたりはしないでしょう。では、また今度お会いしましょう。楽しいお時間を過ごせますように。